こんにちは。こんにちは。はい、本田静香チャンネル。令和5年7月の25日です。はい、あだ。どのような1週間でしたでしょうか。地元の小学校、中学校、高校、幼稚園回りまして、昨日で全部回り終わって、ようやく。それで、意見交換しやすい関係性づくりっていうのを、ようやく当選後、ようやくですね、終わったっていうところでした。小学校、中学校、高校ですか？はい。と、私が卒園した川上幼稚園をおお、ちょっと川入れ上ま幼稚園で小学校はどこですか？す。小学校は吉田も含めてだったので、何校行ったかな？吉田南、本名、本庄、群ヶ丘、宮小、吉野小、吉野東小、ですかね。予約取っていくんですか？それともアポなしで行く？予約取って、で、校長先生と、まあ、できれば教頭先生も一緒にっていう感じで。そして何かお困りごとないですか？あったら私にどうぞみたいな感じですか？です。いつでも。相談してくださいねっていう、そういう話しやすい関係づくりしたくて来ましたっていう感じでですね。自民党としてもそういうふうにした方がいいよとか、先輩議員とかからあった感じですか？いえ、もうこれなくて、特に、自分またで私行がこう来たくて、かはい。な。中学校もね、高校も。そしたら、うちは、普通のお家みたいに、うちはどこどこ先生なのとかっていうのも、まあ、特になく。そうそう、学校はね、特にないので、なんかもうみんな、地元の県議が来るって言って、ビクビクしてますってみんな言ってました。本当ですか？じゃあ、珍ビしいことなんですかね？クビクして待ってましたって言って、なかわいるそうでした。ほど。私、昨日、娘が学校の図書館行きたいということで、夏休み中、午前中だけ空いてる図書館行って、で、そこに紙があるわけですよ。そこに書いたら、朝一で来たのは宮地宅間事務所からみたいに書いてましたよ。先越されてるな。だからいろいろ宮地さん、いろいろ学校回りしてるな。で、今日、今、本田さんから聞いたから、やっぱそういうもんなのかなと思って。まあ、なんか、公務員とか学校の先生含めて、あんまりなんか言えないじゃないですか。あそこをどうしてほしいとか、これがスカンとか。言えないので、まあ、そこは本当、こっそり聞きに行くっていうスタンスを取ってあげた方がいいかなと思ってですね。なんかありました。実はですね、プールが古くてだとか、実はですね、っていうのありました？まあね、ハード面のご相談もありましたし、通学路の安全性とかもありましたし、もちろん教員不足とか、ああいう業務の簡素化って、なんか、できるのかできないのかわかんないね、みたいな話もありましたし、大規模は大規模の悩みがあり、小規模は小規模の悩みがありです。すごい興味深かったですね。県と市と、それちょっと市だからできないなだとか、その教育ってどうなってるんでしたっけ？そう、私ね、そこちゃんと、自分で勉強してないなと思って、すごい恥ずかしかったんですけど、まあ、教員定数って、で、国から決められた数があって、その範囲で教員ってやりくりしないといけないっていうことらしいんですよ。だから教員増やせばいいじゃないかとか減らせばいいじゃないかっていうのは勝手にできないっていうね。で、まあそこにもちろん財源が関わってきて、国からのお金が大部分入ってきて、あと自分たちの県費がね、県からのお金で賄ってる給与があって、で教員の定数が決まってて、だから教員が足りないから増やしてくれって簡単に言っても、まあ一概には増やせないっていう事実と、あとはその学校の施設をどうにか充実させてほしいっていう時には、県の学校の施設化みたいなところが管轄してるけど、でも細かい
業務内容とか研修に行くとか出張に行くとかそういうやつは市の教育委員会が管轄してたりして、やっぱね、鹿児島市立吉野小学校とかなので、あ、鹿児島そう市か。の、の教育委員会が、まあソフト面は牛耳ってるみたい鹿児島市立吉野小学校でしたっけ？な。そうそうそう。市の教育委員会がね。県立の小学校ってないってこと？ないね、ない。あ、なるほどね。そう。県立は、高校は県立だっけ？なんかすうごい低ん。レベルの話してる気はするんだけど、私そうなのよ。知らないから恥ずかしいんですけ私もど、そうで、あ、そうだよな、確かに。うち、鹿児島県立鶴丸高校だったよな、みたいな、そういう、そ どうでしたっけ？うそう。そう。そうなんだよね。ほとんどの子は県立何々高校だけど、玉流は鹿児島市立玉流高校だ。玉流中学校、高校なんですそうそね。うそうそう。なんかそういう私立、鹿児島市立なのか、私立なのか、県立なのかで、なんか、いや、悩み事聞いて相談する先が違うみやっぱりたそれいな。は私立だったら市だし、県立だったら県だし、私付属ですけど、あれは鹿児島大学付属中学校って、そう。国立国だった立もんですね。よね。まあ、今、国立大学法人、独立行政法人、なんかありましたよ。独立、なんとか法人だから、またちょっと国でもない、あ、県でもない、市でもないってなるんでしょうなるほど。ということは、基本、さっき、まあ、ハード面は県、ソフト面は市っていうことでしたけど、じゃあまあ、律儀に言うと、小学校、中学校も回られたけど、そこで、本田さんがバリバリ動けるのは、その、ハード面。ハード面と教員の採用の制度とか、そういったそもそもの学校の教員をどうさい、いい人材をどう採用していくのかとか、頑張ってる人たちをどう正当に評価するのかっていうことは、県が考えてもいいのかもしれないなと思いましたね。ああ、そうなんですね。それ以外は、刈谷修一さんに回すと。と、おおむねそうじゃないかなと思いますね。PTA 活動でお困りごととかね、町内会活動とか、そういう学校との連携でもう少し盛り上がったらいいと思ってますとか、そういうレベルはバッシーとかなっていくんだろうなという気はしますけどね。勉強になります。そう。から、まあ、大規模はもうに子供の人数が増えすぎちゃって、プレハブを建てざるを得ないとか、でも、校舎を新しく建てたとして、いつか子供が少なくなっていったときにどういうふうに維持管理していくのかアイデアはないですとか、いうお悩みが割と共通していて。吉野はですね。そうですね。で、一方で、人数が少ないっていう小学校は、ある程度人数がいないと、充実した教育活動ができない気がするっていう、お声があって。で、私は一クラス少なければ少ないほどいいと思ってた部分があって、なんか目が行き届きやすいし、一人一人の子に応じた、なんか教育ってできやすそうだなって思ってたんですけど、必ずしもそうではなくて、やっぱある程度の30人ぐらいの人数がいないと、あんま良くないと思うみたいな話もあって、すごいそれは目から鱗でしたね。まあ、特任校とか言って、地域の外から子供たちが通える特別な、認定もらえる学校があるわけですけど、まあ、そういったところが、じゃあどうやって、域外から通学してくる子供たちに宣伝してるんですかってお聞きしても、まあ、そんなに宣伝してませんみたいな。いい学校なのになんでみたいな時もありましたし、じゃあその宣伝って誰がやるんだって。あ、鹿児島市の教育委員会かとかですね。いや、それは県の教育委員会がやるのかとか。まあ、いろいろ考えさせられました。その吉野で言うと、今、生徒数とかってどうなってるんですか？吉野で言うと、もう今、上がり調子みたいですね。ああ。
で、21年ぐらいから上がってきてますって言ってました。まあ、やっぱ土地のこう開発、造成で、ですよね。ですね。私たちの世代で割と少ない時みたいな感じでしたよ。私一番多い時かなと思ってましたけど。谷山吉野はとか、中山が日本一の生徒数になっただとか、何年前聞きましたけど、鹿児島市内で吉野っていうと、もう何番目だとか、まあ人数で何人なのかとか、もしご存知だったら。吉野小学校と吉野東小学校で約1200人ですね。それぞれ。それぞれ1200人ずつ。まあですよね。説明。1100何十人っていうレベルがそれぞれ。で、牟礼ヶ丘小学校とかは90人とか言って、ちょっと全校離れ生。たら、もう少ないわけですね。そして、まあ、吉田で言えばもう今13人ですとか、本庄小とかは13人になっちゃいましたとか言ってですね。卒業生が13人いたんですって、昨年度。一気に半分減ったって言ってましまあ、かた。といとっか。て、あっちも行っていいです。どうなんですか？選べるんでしたっけ？選べる。そ選べる。それはう。鹿児島市内どこでも選べる。選べます。あ、そうなんですか。特にこうね。基本的には、あなたが住んでる地域の小学校はここに行きましょうっていうハガキが来るんですよね。そう。けど、いや、うちはこの小学校じゃなくて、特任校の吉田に行きたいですとかはもう全然大丈夫です。特その任代わ校っり、ていうのは、何校か選ばあれります。てあるわけですね。そう。僻地って言うんですかね。内陸僻地の。まあ、子供の人数が少なくて、一輪車頑張ってますとか、縄跳び頑張りましょうとか。まあ、そういう面白い教育、体と心のを鍛えましょうみたいな特色のある教育とかを推し進めてるところで、児童数もっと欲しいなっていうところは特任校になって、外部からの児童を受け入れることはできますね。特任校になってない学校とかは当然ダメなんですよね。あそこの学校なんか雰囲気いいらしいし、教育いいらしいから行くだとか。そうです。それあんま聞かないですよね。まあ聞かな特いで任す校よじゃね。ないところに選んでいったっていう人はあんまり聞かないですね。なんか住んでる地域か、親が働いてる地域みたいなのを聞いたことありますけど、だっそうたでらす選ね。べるみたいそういう子は何人か私も聞いたことありますけどね。まあでもまあ、基本的には子供たちで通わないといけないですし、まあ、親が送り迎えしないといけないっていう決まりがあったりですね。まあ、基本的にあそこの教育いいからってさっき言いましたけど、まあそういったのはないのが私立なんですよね。まあでもそうですね。事実ありますよね。その昔からなんか加茂中天保山は悪いだとか、なんかそういうのってやっぱあるじゃないですか。伝統が 伝統のね、悪いというかなんかやんちゃなああ、聞いたこっとあているうものはあるから、まあそこを避けたいだとかって、ね、そういうのはある気はしますよね。ん。そうですね。まあ、特に小学校であんまりいい思い出がない、で、人間関係でつまずいちゃったような時は、あ、このまま同じ中学校で上がっても嫌だなっていう時はね、なんかちょっと違う選択肢っていうのはありえますからね。まあ、そういう感じで学校法もすっごい面白かったですね。そしで、て、もう一つは、金曜日に、県政報告会を初めて、吉野公民館でしました。これです。いかがでした？もう、なんか、面白かったですね。自分で喋ってて。もう、きっかり1時間喋っちゃいましたから、本当に。これ、独演会みたいな感じなんですか？あ、独演会です。完全に。誰か、ゲストスピーカーもなく。もう、6時半になったらきっかり始めて、7時半きっかりに終わるみたいそれで録音も撮影もなしよってこの前おっしゃってましたけど、な。そこでどんな話をしてたかっていうのは内緒ですか？いや、これ、基本的な
話しますっていう感じで、その、議会とは何ぞや、みたいな。で、その、本会議ってどうして出来レースに見えるんだとか、実は委員会の他にこれだけ組織があって議員はみんな所属しててすごいんだぜとか、まあ、そんな話と、あとは、なんか、知ってるようで知らない今話題の何々みたいな話で、まあ、どうして総合体育館とか、いわゆるコンベンションセンターが、どうしてこんなに注目されるようになってしまったのかっていう話とか、あとは、子供の医療費のね、現物給付方式がなぜニュースで取り上げられるようになったのかとか、まあ、今委員会でホットな話題みたいなのを、まあ、いくつかピックアップして、解説をして、そんな話でみんな、ああ、そういうことみたいな感じでしたね。その喜んでいただき後半2つ目の、そのコンベンションセンター、ドルフィンポート跡地の件はね、昨日大きなのありましたね、プレゼン大あり会ましが。たね。行かれま私しはた？ちょっと違う会があったので行けなかったんですけど、行った議員何人かいましたね。面白かった。あ、行きました？いや、見ました、YouTube で。安所さんとセルフさんを私はインタビューしたことあったので、そこにこう感情移入して見てたんですけど、万所さんの発表の時に、ご説明に対して、ご意見、ご質問ございますか。万所さんはですよ、はい。今の計画を見ると、まず、ドルフィンがポート跡地にですよ、はい。県外いわゆる体育館、はい。まあ、アリーナで称しておりますけど、はい。まあ、僕はこれは言葉遊びだと思ってますが、体育館ですね。はい。議会で場所はもう承認されてるのをひっくり返されると思いますか？やはりそれは正当な手続きを踏まれて決まってきた事項っていうのは認識しておりまして、で2月にその公募が始まった段階で、まあ、僕は正直県のアリーナ構想の敷地を前提として最初はスタートしたんですね。まあ、ただやはりこうデザインしていく全体像を自分で提案していくにあたって、やはりこう正直エリアに30メートル級のボックスができた状況から全体像をデザインしづらかった、できなかったっていうのと、ドルフィンポート跡地に今の計画のまま建ててしまうと、資料とはちょっと齟齬のある景観的な問題であったりとか、今あるウォーターフロントパークに、まあ、これだけ影がかかるんだなということもやはり発見にもなりましたので、やはり自分の今回パブリックコメントとして提案するにあたっては、理想的な提案として出すべきなんじゃないかなと思って4月に提案させていただいた次第でありまして。まあ、ちょっと失礼な言い方だけど、単なる提案としてはいいんでしょうけど、その提案がこの世の中で実現するためにはですよ、その伊藤さんがリコールをされたように、塩田さんをリコールしない限りは、あそこの場所に体育館はできると思いますよ。岩崎さんが、あなたは勝手なこと言ってるけど、ちゃんとした手順を追って、こう、決まったことを覆せると思うんですか？だとか、ひろゆきみたいに、それあなたの意見ですよね？みたいな。それとか、あと、ひっくり返すんだったら、伊藤元知事みたいに、塩田さんもリコール出すとかしないとできないですよ、みたいな。いや、まあ、あんまり言葉は悪いけどって前置きはしてるんですけど、その前置きしたら何言ってもいいのかみたいな 感じで さすが岩崎さんだなと思って。言ったもん勝ちやみたいな感じだね、もまあ、あのレベルになると怖くないんでしょうね。面白う。かっでた。すね、まあ、怖いものないでしょうね。面白かったですけどね。そこでまあ、食ってはかからないだろうけど、ちょっと食ってかかってほしかったですけどね。覆せると思ってるんですかとかって言われて、じゃあこのプレゼン大会何なんだっていう話じゃないですか。どういう位置づけなんですかとかは、坂口さんが言ってた。他によろしいですか。時間が来てますので、これで、こちらからちょっとよろしいですか。今日ですね、ご担当者が
いらしてないのはなぜなんでしょうか。担当者というのは県の方ですか。はい、今日この提案をまとめるにあたって、まあ、かなりの時間を我々も使って、で234名の方々っていうのは非常に忙しい仕事の合間を縫って平日にこうやって集まってるわけですね。でここに、なぜその担当の責任者である、知事がお見えでないのかが誰かお分かりであれば教えていただきたいんですが。すみません、事務局の方から、お答えさせていただきます。すみません、事務局から交代させていただきます。この利活用のアイデアにつきましては、検討委員会の方において募集をかけさせていただいたものです。で、本日募集をさせていただいた、検討委員会の皆様におきまして、より詳しくお聞きしたい方について、本日この場でいろいろお話を聞きするところです。以上です。よろしいですか。検討委員会と、知事とは全く別ということなんですね。知事はこれを見ていただけるんですか。あとですね、もう時間もあれだと思いますので、この234件のアイディアと今日我々のこのプレゼンテーションがどのように審査をされて、でどのように、影響があるのか、どういうふうに、これを使っていただけるのか、そのあたりはまだちょっと理解ができてないんですね。なのでぜひ皆さんに向けて分かりやすくご説明をいただきたいなと思います。逆に私からも質問したいんですけど、なんで今日塩田さん来てないんですかみたいな。もう古川梨沙さんのフェイスブックでマジ血圧上がるみたいな話してやったのを見ていやでもすごい古川梨沙さん隣座ってただけだけどね血圧上がるってすげえ書いてあってすごい面白かったです。そうですね。だからちょっとね、こういう成田悠輔さんじゃないけど、そこにいるこう、うん、長老というかね、大御所たちにこう食ってかかる、もっとねこうバチバチやったら面白かったんですけどね。まあそうか、そういう会じゃなかったのかな。バチバチやるんじゃなくて平和的にする感じだったんですかね、あくまで冷静に。まあでも坂口さんは明らかに怒ってましたけどね。まあなんかね、なんていうの、言い方悪いですけど、公開処刑みたいなとこがありますよ。その、言ってしまった言葉をみんな聞くわけですよね。で、なんか、こんなところで言わないでいいのになっていうようなことも、もう言ったもん勝ちの人たちが言ってしまうっていうのは、なんか晒し物にさせるみたいな。そういうことして黙らせるみたいな、なんかそういう手法を感じてしまうんだよね。だからね、まあその愛咲さんはあんま良くなかったかもですね。大人じゃなかったかもしれないですけどね。まあでも記録に残るからこそそこでね、こう食ってかかってほしかったとは思ったりね。そうね。面白いです。すごいですね。まあでも今回のその、定例議会の、6月の定例議会でも、岩重さと子さんとかが一般質問されてて、もうご存知の通り、もうキレのいい質問でみんな気持ちいいぐらいの、なんか、縦板に水の、もうサラ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 って出てくる、よどみない質問を聞いてて、まあその答弁は、やっぱりね、なんていうの？そこのドルフィンポート跡地にコンベンションセンターを建てるか建てないかの判断ではなくて、その建てた後どんなふうに活用していくかがこのプレゼンテーションの大会だから、そこの目的は見失わないようにしたいみたいな知事の答弁があって、まあ確かにそうだなみたいな、なんか里子さんの質問とうまく交わしたなっていう感じはしましたけどね。まあでも、さと子さんのチャンネルしてて、わかんないのは、さと子さんは、もう一貫して、このコンベンションセンター建てる、体育館建てるっていうことを、決まってないんだと。
で、決まったって言うんだったら、うん、どういう決議で決まったのか、それちょっと教えてくださいと、私、それ決まったって認識ないですみたいに言うんですよ。うん、でも、他のそれ柴立さんだとか、蓬莱さんだとか、まあ、昨日の岩崎さんも、一貫してこう、手続きを踏んで、それ立てることは決まったんだっていうことを言うし、実際そういう流れじゃないですか。うん、プレゼン大会も立てること決まった上でその周りをどうするかのプレゼンだよみたいな、うんうん、だからいやそこの前提からなんか県議の中には決まってないっていう人がいたり決まったっていう人いたり、うん、ちょっとねそこら辺よくわかんないですね。そうね、まあ、私ももうちゃんと議事録読み返してないからあれですけど、その委員会付託っていうのがあって新しいっていうのは聞いたことがあって、うん、まあその鉄平さんたちも言ってるかもしれないんですけど、いろいろな案件についてはみんなで話し合うとかじゃなくて、まあそれぞれの担当の委員会が集中的に審議するっていうことになっていて、あの閉会中に出てきた案件だとか、もちろん議会中に出てきた案件も含めて様々に出てきた事件については委員会付託で良いですかっていうのを必ず確認されるんですよ、議会中に議長が。でみんな異議なしってそこで言うんですよ。まあ大体そうなので委員会で役割分担して集中的に審議するっていうのが筋なので異議なしで間違いないんですけど、その体育館をどこに建てるのか、体育館を建てること自体はみんな賛成してたわけなので、そのもう老朽化してたし、いつか新しいの作んなきゃいけないよねっていうのはみんな認識していて、じゃあどこに建てるのかっていう場所については委員会付託だったみたいなことを聞いたことあったんですよ。なるほど。委員会付託で良いですかっていうのはその条法律でも決められていて、みんな異議なしって言ったじゃんみたいな、なんでそこで委員会で一生懸命考えて、じゃあドルフィンポート跡地に建てようってなって委員会でも OK ってなったのを委員会じゃなかった人たちが聞いてないみたいな、私その議論に参加してないっていうのは、いやそりゃそうだろうみたいな、だって委員会じゃなかったんだもんってなるよなと思うんですけど、うん、そのね流れ私ちょっとごめんなさい、は聞きかじって自分の見聞きしたこととつなぎ合わせてこうじゃないかなって思ってるだけで今曖昧ですけど、委員会付託だったものをどうのこうの言うのは良くないよねみたいな話をされてて、ああそうなんだって思ったことがあったので、まあとはいえ昨日坂口さんが突っ込んだところでもあるんですけど、うん、この検討委員会って何ですかっていう話、うん、その委員会付託でどうのこうのってなってるかもね、うん、この検討委員会ってその県議会とかと、うん、またもう全く別個みたいになってるじゃないですか。全く別個っすよね。そうだから塩田さんなんで出ないんですかって言ったのの答弁した職員が、いやこれはですね、うん、検討委員会でやってるので、あの塩田さんはあの参加しませんというか、え、じゃあ塩田さんは別なんですねみたいな、うんうん、じゃあこの検討委員会がやったこの内容を塩田さんになんか報告するんですかだとか、どういうこう連結していくんですかと、うん、この動画を見るってことですかみたいな、うん、この YouTube 放送とか、うん、そういう確認だったんですよね。だから、うん、正直この検討委員会って存在何なんだという気持ちはありますけどね、うん、独立しているというニュアンスだけど、うん、でもこんだけ大きなことを独立したなんかね、すごい連結しないといけないわけであって、うん、実行部隊と、うんうん、どのタイミングで連結してんのって感じですね。よくわかんない存在であるんですよね、検討委員会って。うーん、塩田さんも、塩田さんもじゃあ入ってないんだみたいなのが坂口さんの反応だったんですよ。うん、まあ確かにそういやそうだなと思って。そうですね、座長が塩田浩一ではなくみたいな。そうね、あくまで第三者組織っぽい位置づけでなんか参考にします程度の組織なんですかね、うんうん、塩田さん入ってないですは関係ないですは成り立たない、まあそうですよね、でしょうね、そうどう考えても、そうね、うんうん、
そういう市民のくすぶりを、なんかそこで消化させようという組織なのか、みたいな、ね。そうそうそう。そう疑わざるを得ないみたいな。得ない。うん。まあ、そういう意味ではやっぱちょっと説明不足でしょうね。うん。何を隠してるっていうか、何かを言ってない気がしますよね、なんか。大事なことを。すごくね、いいことだと思うんですよ、この回聞いて。パフォーマンスじゃなくて、うん、一生懸命みんな議論して、めっちゃ時間も使って、だって、もう相当時間あの人たち使ってますからね。参加した人たち。うん、いい議論だったし、あれなんですけど、うん、その内容がどこに生きるんだっていうのが見えないまま語り合ってるっていう。うん、本当ですね。坂口さんが言うのは、僕たち、ここにいる人たちみんな自分の仕事もあるのに、めちゃくちゃ時間かけて、このプランだとか、いろいろ作ってるんですよ、と。うん、で、この話、どこにこう、今から流れていくんですかっていう、生かされるんですかっていうね。確かに時間かけた人から言わせたらその通りだな、と思って。うん。また見に来た人も多かったですよね。わかんない。どれぐらいいたんですかね。おお、まあ、古川理想さんのフェイスブック見てあれでしたけど、結構人いるな、みたいな感じでしたね。うん、ということがあった今週で、4月4日ですかね、はい、次は。初めての、県政報告会第2弾。はい。はい。こちらも満席でございまして。おお、もう、連席。満席御礼で入れないぐらいですね。あとは立ち見。立ち見です。どっちかっていうと、なんかうちの姉の話が聞きたいっていう人の参加が多くて、うん、私の話を聞いてみたいな感じですね。うん、だから、結構動画のコメント欄でも、この姉ちゃんはすごいぞってあのトラさんが言ってましたよ。最近トラさんバレたのと思ってか、タカさんとかなんか違う動物に変わってましたけどね。ああ、そうですか、うん、結構名前聞きますよね。うん、こうで、そのドルフィンポートのあれも、うん、私がタイトルで、鹿児島の未来を決める大プレゼン大会ってこう書いてたら、こんなので鹿児島の未来決まんねえよ、はははってこう書いてたけど。あ、書いたね。相変わらずの。相変わらず。いや、でも、一応ね、2つ合わせて600億、そこのね、付帯工事も合わせたら、ね、ちょっとは決まるんじゃないですかねと返信しておきましたけど、うん、まあありがたいことです、コメントいただいて元気で何より、はい、そうですか。でそのお姉ちゃん、その方がこうお姉ちゃん Google で調べたら、このお姉ちゃんはすごい姉ちゃんだって言って、ありがとうございます。で、私もこのサムネとか作る上でお姉さん調べたんですけど、うん、私引っかからなくてですね、何で調べたら出てくるかなと。だから、少なくとも私よりも、その、元虎さんの方が、こう、検索能力があるなっていう。うん、すごいな、虎さん。やっぱ調べるの得意だなと思って。すごい。すごいっすね。なんか特別なソフトを使ってんじゃないですか。だから、その Google の URL 送ってくださいって言ったっきり、返ってきてないから。返ってない。まあ、うちの姉は本当、親戚で最も恐ろしい女ですからね。なるほど。一族の中で。わかりました。うん、じゃあぜひ、レインにね、来られる方は楽しみにしていただきたいと思います。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。